花尾弥四郎の音楽魂。はい、こんにちは、花尾弥四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。本日も、音楽魂というかね、はい、あのゲストいらっしゃらない時は、はい、金玉と言いますけどもですね、楽しくやってまいりましょう。はい、おなじみ高橋誠さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ね、いつもすがすがしい、すがすがしいですか、ね、そうですか。若々しいあの高橋誠さんでございますけどもですね、どうもよろしくお願いいたします。松下としみさんですね、はい、よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。あ、髪切りましたか。もうずいぶん前です。何ヶ月も経ってます。あ、そうですか。伸びました。髪伸びましたね。伸びましたね。ほっとけばね伸びるもんですけどもですね、はいはい、高橋誠さんもちょっと髪伸びました、ね、伸びました、ね、伸びた、ね、僕はちょっと切りましたけど、うん、来たの、あ、娘がねあの、うん、これ髪ヘアカットの仕事してるんですけど、いいす、ねね、うん、しばらく会えないから自分で切りました、うん、そうなんだ。自分でも平気です、ね、自分でやっちゃうの、ということで、今日もね本当にあの生演奏生歌になってしまいますけどもですね、はい、何かやりますか。何やりましょう。何をやりましょうかね、うん、久しぶりインスピレーションありますか。はい、ね、いいですよ、こんな感じ、こんな感じでいきますか。あ、いいですね、響きがね、その響きね、2回お願いいたします。今日は本当にね、あの、あ、今日蒲田さんご夫婦も、ね、いらしてますね。ありがとうございます。2回やりますよ、いいですか。2回やりますよ。インスピレーション、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、
はい、ということで金尾吉郎インスピレーションをお届けいたしましたけども、歌い終わってこうはいとか、はい、急にこうテンション変えるの難しいの結構はいあのもう母言ってる時もあるからね、はい、うん、それを出さないように息を吸い込みながら言わないね、どうでしょう、先ほどギターちょっと倒しましたけど大丈夫でした、大丈夫、大丈夫、あ本当に、うん、なんかあのこの間僕なんか、うん、あのギター倒したらネック折れちゃってさ、そういうことって結構あるよね、結構あるよでもね、うん、昔よくギター投げててよく壊してたな投げてた風みたいじゃない結構もう必ずバンドでギター投げるバンドいたもんね昔ね、はい、ね、アンプにこうねギター火つけたりとか、ね、何なのあれは何なんだろうね結局あのジミー・ヘンドリックスとかも ねそういう、うん、あ本当フーもそうだったよ ね、 そうだね、だいたい壊す用のギターみんな持ってくるもんね、そう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 俺はねそれがないわけよ壊し用のギター俺もなかったんだけどつい投げちゃうんだよね投げるんだ、でもあの人間って僕ね、あの外面がいいから、はいはい、分かるでしょ、分かる、分かる、分かる、俺カメラが向いたらもうニコッと笑うもんね、俺もそうそうでしょだからもうたまには松下さんから言われるのよ、今日もね、あのうばぐば、うば車に、うんうん、あの、あ、あの子供、あ、子供が乗ってて、はいはいはい、うん、あの僕の顔を見てね、うんうん、ずーっと見てるのよ、じーっと見てて、お母さんがね、うん、こう見比べてて、ほんでもう、お父さんだと思った、いやいやいや、そういうわけじゃない、じーっと見てるの、うん、だからなんかね、ちょっと変わってるんだと思う、子供をよく見られるもん、あそれで、それあるね、うん、ほんでちっちゃな声で、うんうん、おんちゃ、おんちゃ、こんにちはとか言ったら、あれ、それだけでも明るくなるじゃん、そうだよね、そういう時の顔って、天使のような顔してるみたいよ。誰か僕がだからもうコロッと変わるの、そうそう、もう悪魔みたいな時と天使みたいな時とね、まあ、両方ありますからね、表現するみたい、もうね、二重人格だもの、うん、僕その振れ幅がね大きいほど面白いと思うね、え、真子さんでもいつもニコニコしてる、いつもあんまり変わんないよね、じゃあそれ外面、うん、え外面外面そりゃそうだよね外面がジキルとハイジって言われてるから、ジキルとハイジハイドかハイジ、ハイジ、ハイジ、両方かわいい、ジキルとハイジって言われてるからね、うん、まあそんな金尾吉郎ですけどもですね笑っちゃいます、まあ、あ今日ファックス来てますか、今ね、ファックス、じゃあ松下さんの方から、はい、金尾吉郎音楽魂、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、こんにちは、そして金尾さん少し早いですが、20日のお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、20日の横浜スモーキー、いやもうそれ内緒にしてたんだけど、うんうん、ちょうどねたまたま、うん、たまたまですか、うん、そうですね、スモーキー青春ライブ、ステイライブ頑張ってください、あ20日ね、あの、はい、横浜スモーキーで、あのこれは ね、渡辺たけし君と ね、うん、あのね一緒にやり、松下としみさんと3人でやりますけどね、はい、横浜スモーキーこれ野毛ですね、野毛、はい、です、うん、まあ、バスデーライブとは歌ってないですけども、たまたまねあのスモーキーのスケジュールと僕の、うん、まあ、誕生日会いましたけど、はいはい、風が流行っています、注意してお過ごしください、はすみさんです、あ、はすみさん、ありがとうございます、文字は台にしています、文字は台にしてますって、僕がそれを読んでもね、これこれだったら読めるよね、読めるよ、ちょっと映像、映像に映しましょうか、メガネがなくても大丈夫、ね、あのこれだったらもう全然メガネなしで、ね、あの読めますけどもね、あと2通あと来てますね、来てますか、読みます、うん、はすみさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、金尾様と誠さん、としみさん、山田ディレクターこんにちは、うん、はい、午前中に一度ドンと揺れてビビったオイラです、どこが揺れた、揺れ、うん、多分あの九州でしょう、ミキさん、そう、あそうなんだ、うん、まだ揺れてるんですね、福岡はちょっといろいろ ね九州続きますけど ね、大丈夫でしたかね、うん、ところでさっきテレビの情報番組で、うん、西日本では意外とそばのそば湯を知らない人が多いって知ってびっくりしたんですけど、ああそば湯ね、そば湯、はいはい、おいらの子供の頃の思い出で印象深いことがあります、うん、祖母に連れられて行った神楽坂のそば屋でのこと、ある歌舞伎俳優の兄弟がいたんですけど、うん、突然兄ちゃんの方が
バカ野郎、江戸っ子がそばを噛んでんじゃねえって叫んで弟さんを殴ったことがありました。それ見て江戸っ子はなんかなりたくないやって思いましたけど。なるほど ね, ねあ、そういうのありえるかもしれないね。江戸っ子の誠さんはどうですか。江戸っ子かなおさん、としみさんどうですか。つまんないこと聞いてしまし、ね、いや、そば湯って飲みますか。そば湯大好き。大好き、うん、そば湯美味しいね。そば湯割りとかしても美味しいよね。焼酎どうだよ。美味しい美味しい、ね、飲んだことないから。あ、もうお酒飲まないもんね。私の最初そば湯だった。つゆのね、によるよね。つゆがうまかったら、あ、そば、ね、入れてね、そばつゆ、そば湯入れて、あ、はい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 、それ最後にね、そばってやっぱ喉で、喉越しっていうか、ね、噛むとダメなの。高校の同級生がちょっと集まって、で、そば打ちやったのよ。はいはいはい、十割そば。僕もね、僕の友達もね、あの、そば打つのよ。それでたまたま今回僕の誕生日と同じ、ライブと同じになったんでね、今回はいけないんだけども、はいはい、自分で打つ人もいますよね。もうね、あれ見たらやっぱ打ちたくなるね。本当うまいもん。やっぱり10割全然違う味がね、ねえ、そういうやっぱりゆとりを持ちたいですね、生活の中にもね。結構さ、なんか引退してお蕎麦屋さん始める人いるよね、結構。あ、最近増えてるのよ、僕の知り合いのその立ち飲み屋の親父も今やめて蕎麦打ちやってんの。あ、そう、そう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 。だからその友達もね、もうすげえ凝ってて、あのオーディオのね技術者なんだけど、もうまな板からそのそば切り用の包丁から全部持ってきて、本当わかるそれ。普通なのに後ろにスピーカー、JBL かなんかボーンと置いて、あ、違う。本当に美味しいんだ。それはそう、そば湯をね、あのほら関西の人はあんまりそば湯っていう、飲むっていう習慣がないから、うん、おうどんじゃない、大体主体が、ね、主流がね。あ、そう、あんまりそ、おそばのあれじゃない、うどんになるのかね。だから知らない人から見ると、そばの茹で汁を飲むなんてっていうね、そういうね、なんか書き込みが新しいのなんかでね、それで今話題になってるんだけどね。ミキさんもね、はい、今日も楽しく聞かせてもらいます。リクエスト、カナオさん、ホームミータイド。あなたからの贈り物だけど何でも OK。 よしよし。誠さん、はい、クラプトンナンバーだけど何でも OK。 クラプトン来ましたか。この間歌われた美空ひばりさんの歌だけど何でも OK。 何の歌、ま、何でしょうね。何だろう。そば屋の話かな。チャルメラかリンゴいうわけじゃないの。 PS、 最近本当に毎日のように自動車事故を見かけます。また高齢者の運転手による、ね、事故のニュースもです。皆さんもお気をつけくださいね。そうだね、事故といえばね、清水さんだ、お名前出してあれだけど、カナオさんのライブにね、そうそう、来てくれるはずのお友達、いや、それはでもあれだけど、本当気をつけないとね。僕のね、その知り合った方もちょっと事故に、今ちょっと大変なことで、ね、あれですけども、早くね、一日も早くですね、良くなって、ラジオ聞いたりね、ライブに遊びに来たりしていただきたいと思います。ですね、本当に、まあ、なんか、なんていうかな、事故に遭われるっていうか、僕もちっちゃい時よく事故に遭ったのね。だから続けてあったから、一つは、まあ、その前も話したけど、飛び降り事故でしょ。飛び降り事故って自分からじゃないだろ。事故じゃない。死のうと思ったんじゃないよ。わかるわかる。飛べる、小学校の時、そう、飛べると思って飛んでみたら大変なこと。飛べなかったんだよ。そう、飛べない。で、命拾いを何回もしましたけども、やっぱりその生かされてるっていう意味がね、ひょっとしたらあるんじゃないかっていうふうにね、感じたこともありましたけどもですね。孫さん、なんか行きますか。そうですね、クラプトンナンバー、まあ、クラプトンも歌ってる曲やってみましょうか。あ、本当、はい、これ BB キングと一緒にやってるの中で、あ、そう、これ一人で歌うの。ちょっと Now don't you ever be sad Lean on me When time is bad When a day comes And I'm down And I'll give a little trouble And I'm bound to From tall to tall
time to bed. When the night comes and I'm down and the river will tumble and I'm bound to drown. Oh, I'm coming. Oh, no, 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 はい、楽しいね。楽しいね。かっこいい。これね、俺さ、もう夢の死に方があってね。うん、副上司。はい、それのテーマソング。あのさ、せっかくいいことしたのにまた出ましたね。から捕まえといてみたいな。面白いですね。かっこいいこれ、高橋真子これも、うん、いいね。副上司のテーマです。ね、Hold on, I'm coming. あの、まあ、サマーのデイブで ね、僕は有名ですけども、うん、そうだね、このアルバムとかはね、僕はすごい、うん、ダブルダイナマイトの中にね、はいはい、あの入っておりましたけどもね、はい、Hold on, I'm coming というね、まさかホールドオン今まこちゃんがやるとは思ってこれライブでやればいいのいなライブも結構やってましたよ、ね、やってる、うん、ライブではね、僕はねもうこういうのはねずっと歌ってたのずっと、うん、あ、そう、もうディスコで僕はデスコでデスコで1日70曲とか歌ってたから毎晩だから あんまりでも歌わないんですもう嫌でしょいや嫌じゃないけど今思うと、うん、あのその当時はほら毎日歌うから嫌になっちゃうじゃん、うん、サタデーナイトフィーバーとかの、まあ、流行った頃とか、あとサマーデーブとかオーティス・レディングとかね、そういうナンバーからまたロックンロールもやんなきゃいけないね。あ、そっか、ロックンロールまで、ロックンロールまで、でロックンローラーとその R&B 系は分かれてましたから、派があって派閥があって、はいはい、派閥、うん、R&B やずっとやってたら狭いとこでね、そうそう狭いとこ で R&B やってたらもう格好も決めてくるからうん、うん、でロックンロールのお兄ちゃんがパーッと来て、あのさ、ロックンロールがかけちゃってとか言うわけ。かけちゃってて、お前、生身の人間を歌う、歌いようとだ、お前、貴様って。あの俺は機械じゃねえよ。そうそう、あの、イラリズスみたいな頭あるじゃん。こう、コマードかけた。で、先ちょかーっと握ってさ、ガンガン蹴ってたら、そしたら、うん、あの、バンマスからマイクでね、うん、後ろから頭バーンって殴られちゃった。そういうこともありましたけど。こう前髪掴んで、これぐるぐる回してあげる。いや、でもね、楽しいね、今思うと、楽しい思い出ですよ。新鮮だった、なんか。そうそう、新鮮だったね。あの、まあ、バンドが入ってたっていうかね、あの、そういうディスコにね。ね、今はまあその後クラブになってね、そういうふうになりましたけどですね、懐かしい、でも懐かしい曲もその仕事でやってたらね辛かったけども、今思うとねもう一回こう歌ってみるのもいいですよね。ミキさんのリクエスト来ましたか。これは何か来ました。チャーリー佐藤さんからも届いてますでしょうか。上野から横浜へ向かう、それでメールなんだ、車中でありますという、メール、珍しくメール来ましたね。穏やかな空気に和みながらハードワークしておりますというね、腰痛はいかがでしょうかって来てますけど、誰が腰痛なの。誰が腰痛。いや、僕はね、いやいや、もう結構長いのよ。あ、そっかそっか。いや、痛みがね、ずっとあったんだけど、まあ、もともと、腰の一番下の骨がちょっと、粉砕骨折とかしてるんで、それはもう何十年か前の話で、で、そのまま、ツアーとか行ってたんで、そのままくっついちゃったのよね。だからレントゲン撮ってもそこ割れてんだけど、だからもともと腰が悪いんで、腰の周りの筋肉を鍛えたりしてるんだけど、それをサボってると、ちょっとやっぱ来るのよ。あ、そうなんだね。うん、だからちょっとここのとこね、3週間ぐらい、まあ一月はならないけども、痛みに耐えながら
だからもうあちこち痛いのはね、もう誰でもあるでしょ。そうね、あちこち痛い、いちいち痛いとか言ってもしょうがない。でも友達とかに会うとちょっと、うん、あの言っちゃう。腰がさとか言ってしまう。つい言ってしまいましたけどね。あ、腰痛なんとかあの動けるうちにみんなで駆けずりましょうっていうね。リクエスト日の当たる坂道来てますかね。PS 加納さんの検査結果は良好と出ております。ラジオで話していただいても OK ですっていうね。検査結果、いやちょっと昨日ね、うん、お医者様の検査ではないんだけど、うんうんうん、ちょっとある今ちょっと開発されてる機械、うんで、うん、ちょっと僕実験台になったの。あ、そう。心電図とも出るんだけど、うんうん、そういうのちょっと体につけて、うん、はいはい、でその人の、うん、例えば性格とはとか、うんうん、この危ない性格してるとか、性格も分かるの。分かるの。で、いやもうそれ極端な話ね。うんうんうん、ちょっと今まだ出てない、まだちょっとあんま言えないんだけど、うんうん、大きな声ではね。あ、そう、ちっちゃい声で言ってちゃう。いやだからいやその例えば心電図で普通出るじゃん、うん、それでその人のこととかいろいろあるんだけど、うん、そのもうちょっとメンタル的なことも出てくるのよ。へー、うん、だから、うん、例えばそのいじめとかあるじゃない、うんうんうん、いじめられやすい人とかいじめやすい人とか、はいはい、いじめのことだって、うん、それにちょっと出てくるのよ、うん、データに。データに、それをデータを、見てもらう、うんうん、でそれでこう解析した結果、うんうんうん、良好だ、良好だって、よかったね。性格がこんなに悪いのにね。機械大丈夫か。機械も騙せる。機械も騙す金尾芳郎。すごい。ね、せき込んでしまいましたけどですね。じゃあ日の当たる坂道行きますか。はい、はい、うん、すぐ行くからね。もうあれとか言ったらダメよ。歌詞分かんないとかじゃないよ、もう分かるよ。分かるでしょ、はい、行きますか、はい、キーは何でしたっけ。 B ですよ。それぐらい覚えようよ。それ B フラットだよ。あ、なんか違うなと。間違えた、ごめん。これ生放送はね、こんなことある。びっくりした。いや俺過去の一応間違えたらすんの目が悪いから行きますか。これだよね、これだ。
ありがとうございます。金尾義郎の日の当たる坂道、これはキーは B フラットということで B ですね。 B ですよ。いやもう本当にね、恥の書き、もう恥を書くことがね、そんなにね恥ずかしく思わなくなってきましたね。そうですね、このね、あの普通にもう生放送ということでね、あのまあまあしょっちゅう恥は書いてますけどもですね、間違いがよくありますね、僕もね、うん、間違いの人生が間違ってたかもしれない。そこ行っちゃう。今日は本当にね、あの先ほどあの偶然いらっしゃいましたけどもね、鎌田さんをちょっとこんにちは、どうぞちょっとあのお話しましょうよ。あの僕のライブとかねよく来ていただいて、お二人がまたね仲がいいのよ、このご夫婦がね、本当焼けるよね。今日はあれですか、あのお仕事は。今日は昨日バースデー休暇で。あ、バースデー、お誕生日でしたか。あ、お誕生日おめでとうございます。仕事行ってたんで今日に延長してしまいました。本当ですか。休みまして。じゃあ割と近いサソリ座の、そうですね、ですね。あ、僕もね、サソリ座の男っていう。サソリ座の男。サソリ座の性格ってどういう感じになりましょうかね。僕は自分では分かりませんけど、あの奥さんの方から。穏やか、ね、穏やかそうですよね。僕と全然違う。二重人格。やっぱり。血液型が来るんですかね。二重人格。一緒だ。一緒だ。AB 型ですか。ほうほうほう。あ、AB 型のまこっちゃんもそうなの。そうなんですかね。あの僕よくわからないですけど、僕はもう A 型なんですけど、はい。うん、松下さんは何型でしょうか。ノー型って。ノー型とかつまらんことわかります。俺のクワ型。私 A 型です。あ、そうでしたか。 A 型。キキさんは今日は O。 あ、そうなんだ。 B 全員揃ってる。全員揃ったということは割といい雰囲気ができるっていうことでしょうね、これね。あのバンド組むのも、ね、全員いた方がいいらしいよね。うん、B 型ばっかりとかね、 A 型ばっかりというのはやっぱりちょっとそれ、その傾向が出るんじゃないの。うん、あの全員揃うというのはこう和が鍋かなんかしますか。いや、和を保つためにこの鍋ってやるんだよね。だからね、鍋食べながら大喧嘩したことがあるけど昔。もう鍋食べながらね、もう大喧嘩したことある。もうそれ以来も鍋がなんかなくなっちゃったりなんかして。鍋がない、うん、あの鍋つくっていうのはね、その和を保つ、そうだよね、本当はね。で、これ血液型揃ったところでですね、今日はどこかお出かけ、お食事かなんかですか。あ、もう、あ、ここのために。嘘。あ、そうなんですか。うわー、これ嬉しいな。どうでしょう、これ初めてあのご覧になって、ライブはねよくあの来ていただいてるんです。このラジオの感じっていかがですか。楽しい、和やかでいいですよね。ねえ、シャープで聞いたの初めてかも。そうでしょ。こんなにいい加減でいいんでしょうね。ね、あの本当にね、こうやってね訪ねてきていただけるっていうのがね、これ楽しい ね、嬉しいし、やっぱ励みになりますけどもね。長い間ね、僕もあのやらせていただいてですね、もう山田さんがいい加減にね、あのそのとか、いやでも僕のわがままをね聞いてくれるのはね、山田さんがもう分かってるんですよ。調子が悪い時もすぐ分かるし、うん、声が今日はおかしくありませんか。まあこうやってね、いろいろ長い間ね、やらせていただいていますけどもですね、金城の音楽魂、最初はね金田明さんのね、ときめきジュークボックスっていう番組の中の、金城コーナーとしてねやっておりましたけどもですね、だんだんあの変わってまいりました。あの松下さん、じゃあちょっとなんか歌いますか、たまには。はい、ね、ありがとうございます。 ありがとうございます。またまたあの後ほどね、あのお話を聞きたいと思いますが、下がんなくてそこでもよかったですよ。どう、あ、そうですか。全然普通に。今日は何じゃあ、
一度ね、昔、一度だけ歌ったことがある歌で、あ、そうだった、港が見える丘っていう、あ、いいじゃないですか、ね、一度だったかなって感じですね。これ難しい歌なんですが、これ結構難しいでしょ、高いんでしょうね、キーが、キーが高いの、ちょっとやってみようか、キーが高いっていうか、レンジが広い、どのくらいのテンポ、見えるのか、なんか港がふーっとね、見えてきたようなね気もしましたけどですね、坂道登ってる感じ、息苦しくてね、なんか苦しかったですこれね、ブレスが難しいのよ、難しいですね、カノさんにさっきね、ボイトレね、そうそう、ボイストレーニングを受けたんですけど、あのね、私はプロよって言われましたけど、ここでブレスプロに向かって、この人はここでブレスするんじゃないんじゃないのとか言って、ここでしないと苦しいよ、君とか言って、ね、その通りしたんですけど、やっぱり苦しかった。これさ、でも本当だよ、ずっとブレスなしで歌わなきゃいけなくなっちゃう、でもね、昔の人ブレスしてないんですよ、あんまりしてないのかな、してないのね、息がなかった、港が見えるかでしょ、色あせた桜ただ一つ、カナオさん歌うとなかなかいいですね、僕は僕でね、長年やってきましたので、これでもね、やっぱりうまい、うまいですね、いやいやうまいっていう言い方、表現があれです、いや、そんなことないんですけど、まあそれなりにカバーを僕はあまりしないんですけど、でもそのカバーをする、まあまこちゃんのイマージもそうだけども、なんかこうカバーをするのがね、カバー曲は自分なりのこう感じで歌うっていうことがね、カバー、まあコピーをするわけではないですからですね、で自分の味がね少しでも出ればねとか思う時はありますけどですね、そういったことでですね、どうしましょう、なんかリクエスト、さっきミキさんのリクエスト、ホールミータイとか、あなたからじゃあこうやりますか、今日あなたからの贈り物、ね、はい、これは割と新しめの曲になりましょうかね、これはね失礼しました、
はい、金尾芳郎、あなたからの贈り物というね、歌をお届けしました。歌詞に二通りある歌詞がね、ごめん、みんなのね、あの歌詞がみんな全員違ってたかもしれない。全員違う歌詞が書いてあったね。それに合わせて持ってたの大変だったね。いやいや、さっき街でって言ったのに場所になって、場所になって、ね、僕はね、その時変わるんですよ。ね、その場その場で作ってるからね。その場で作りますから。なしの方がいい。街での方が良かったね。ごめんね。間違えましたね、僕がね。もう全部悪いのは俺よ。え、そう。でもね、その時の気分がね、場所が良かったんですよ。気分でね、やりますけどもですね。はい、高橋真子さん、今日は何か言いましょう。急に僕、そういう急にね、振りますが、ますね、なんか、真子さんのリクエスト、うん、ノッキング行きますか、久しぶりに。ラジオであんまやってないですね。そんなことない。そんなことないですか。なんか出たよ。ムーンリバー。ムーンリバー。ムーンリバーやるの？ムーンリバー。できるかなこれ。ムーンリバー。Wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heard breaker, will ever you go where I'm going away to drifters off to see the world. There'sSuch a lot of world to see. We have turned the same ragged and bows and waiting along the bend. My huckleberry friend, Moon River.かっこいい、出ましたね、アイラブユーが出ましたか、カナオくんのパクっちゃった。いいんじゃないでしょうかね、そのささやくようなアイラブユーって、ね、もうね、ウィスパーボイスというかウィスパーフォン、そうだから俺はわーって歌いすぎるもんね。ちょっとね、だからそういう時にね、こういうね、ちょっとこう優しい声がね聞こえてくるとね、はい、緩和されると思いますよ。うん、僕わーわー言うのは得ですから。あ、これはあれですか、うん、これ前のやつか。今はもう、うん、今日は、今日は、ね、読みましたか。はい、以上ですか。ということでですね、はい、来週のゲストはですね、はい、ちょっと今年、今月は、うん、金玉が多かったですが、ね、来週幹事さん、幹事さんだ、ねね、石井幹事さん。石井幹事さんはね、名前を聞いただけで笑っちゃうね。あ、本当。いや、まあ、あのね、一回ライブでご一緒させていただいてからのね、うんうん、あれですけども、その詳しくね、僕はね、存じ上げないんですが、うん、面白い人らしい ね。同じ年だよ。あ、そうなの？上じゃないの？じゃあ。あ、そうなんだ。はい、ね、ギターのテクニックはすごいしね。うん、もう楽しみにしておりますけども、ね、なんか、はい、まあ、いろんな方とやられてるみたいね、うんうん、石井幹事さん、はい、ね、特に女の人とよくやってますね。あ、女性と女性とね、デュエットが好きみたいですよ。あ、女性とね、いいな。僕あんまりね、あれがないですけど、ね、俺も一緒にやってますけどね。あ、そうそうそう、エレクトリックと、あとアコギのデュオと、あ、いろいろ。電気楽器はどんなバンドでやるの？電気楽器しました。バンドでもやります。本当に電気楽器ってのもおかしいな。俺古いよね。だって、うん、カップルって最近言うもん。昔はアベックって言って、うん、アベックって俺とか言ってたね、言ってたね、うん、それ普通だったから俺。今は？いや、今はカップルとか言うんでしょ。カップルもなんかもう、アベックってなかなか言わないでしょ今。アベック、
なんだろうね、アベックラーメンとかあったよね。アベックラーメン、アベックラーメン、いやあったね、それ美味しいラーメンが。本当に、うん、もう本当にね、アベックラーメンって博多のラーメンですけど、なんか最後に何かやりますか。何やりますか、皆さん。あ、なんか鴨田さんリクエストあります？急にお誕生日、なんかお誕生日に、うん、何か不良中年行きますか。いや、じゃあ鎌田さんのリクエストのお答えしてですね、不良中年のすすめみたいな感じでやりますか。みたいな感じどんな感じか分かんないですけど、じゃあ行きますよ、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ラー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 。生まれても蹴られても俺は負けないぜ、来週お会いいたしましょう、はい。お相手は金井城でした。高橋真子さん、ありがとうございました。松下さんもありがとうございました。河本さん、どうもありがとうございました。菊さんもありがとう。 See you next time。 泡が流れてる思い出が流れる春には菜の花が二人を埋め尽くす。行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に
また